今からみんなと一緒に質問、答え、コメントなどなど何でもありでいきたいと思います。その中、前に行くと、そう、よく聞いて、よく頭に入れてください。今しかできない、自分しかできないことを絶対やります。何ですか？今何て言ってましたか？私は。今しかできないこと、または自分しかできないこと、必ずあります。何ですか？あ、それじゃない、言ったことは何ですか？今しかできないこと、そうですね、今しかできないこと絶対あります。それをどこまで自分と同じ抜き出すかっていうのは勝ちです。あとは自分しかできない、自分の中で自分でできること絶対あります。私先ほど言ったように何でもできる、みんな何でもできないですよって言ってました。自分ができること、いろんなことあります。または誰よりも早く先を見える、見ようと思う、見ようと思ってなかったら見えるわけないですよ。見ようと思わないと見えることもないですよ。誰よりも早く先を見ようっていう力、考えたことが大事です。そういうことを考えながらこれから進まないんですよ。そうするとヘビーサイエンスアカデミーの皆様はみんなより前に出ますよ。そこが考えてあるんです。誰よりも早く前を見えること、見ようと思っている。先生たち教えているのに見ようと思ってなかったら意味がないし、見えないですよ。または自分でできる、自分であるもの、自分のパワーを抜き出す。あと今しかできないこと、今あるパワーを、今ある力を抜き出してみんなとシェアして先行ける、前に行ける、そういうことを考えながらこれから質問に入ると、その質問もそういう先ほどのベースになってきます。ただ質問するじゃなくて、前考えて質問する。自分がこうだからこう考えてます、今だからこう考えてますということになってきます。それが成長のことなんです。みんな待ったこと、今から動こうと思ったらもう遅いです。先ほど言いましたから、新幹線または飛行機、それからジェットみたいになるより考えて行動してほしい。ではでは、私だけじゃなくて皆様のタイミングです。どうぞ。まあ先ほど言ったように考え方、または見方、我々たちみんな目深く見てるんですね。どこまで見てるか、奥まで見てるか、先々まで見てるか、そこで前向きになります。こうしたらいい、ああしたらいい、こうすればよかった、いろんなことあるんです。何を見ても、何か見たらそれにいろんなこと考えてほしい。そうするとできないというよりはできる方法を見えてくるまで見ること。できないっていうところはできるようになる前にあるものです。できないっていうのは目の前にあるもの、もっと簡単に言います。できないっていうのは目の前にあります。できないっていうのは終わり、やりたいっていうのはその先にあります。だからできないと終わってしまうか、もう一歩先に行ってできる方法に行くか、そこが前向きの発信なんです。わかりましたか？簡単なことで言うと、できないの先です。そこが前向きです。そこがいけば成長します。ありがとうございます。じゃあ次お願いします。
自分がやりたいことがマシですね。さっき言ったみたいに自分がやりたいもの、動くもの、外を出さないといけないです。自分がやりたいところ、チャレンジしたい。そうすると絶対見えてくるんです。どっちか絶対ある。全てできないから、さっきのみんな自分があるものも違うし、自分がやりたいこと、または目指すこと、どんな人になりたい、そこはまた夢、ドリームになります。自分がどうなりたい、そうなるまでの道の中にどういうステップ行かないといけなければいけないかということを見えるんです。このターゲットには今こっちにいるならば、こう行くか、こう行くか、シクセス行くか、そこだけの話、早い道を探す、その時にこう先行くこと。でも先ほど言いましたが、さっき失敗してもその次がありますので、絶対これで終わることはないんです。何でも前向きで考えて、何してもマイナスはないんですよ。そっちの方が簡単です。何かやればマイナスがないんです。プラスだ。マイナスの中にもプラスがあります。難しいことかもしれない。じゃあ先ほどのカロナビ選手もそうです。そこに簡単にしましょう。試合は負けました。最後ですよ。あ、恥ずかしい話ですね、普通だから。でももう何十年前の話ですよ。まだまだ言ってます。その中に宝があるからです。負け勝手の中には価値観があるっていうことです。人生もそうですよ。そのいろんなステップがあるんです。いろんな決めるとき間違う人があります。私も間違ったらところあるかもしれないですが、でもそこが前向きで考えて、これでよかった、こうだからこうできましたって考えて行動すればよくなります。ハートで考える、こうすればよかった、もっといい方に。後ろ向きで考えると後ろしかないんですよ。前のことを考えると前しかないんですよ。それと一緒です。判断間違っていい方にまた失敗は勉強のもとということもあるので、それと一緒です。絶対つながるんです。私とかだったら、もともと30年渡って内戦になってくるんですよ。今しかない。先ほどの言葉と一緒です。それと一緒です。あの頃、あ、こうできない。危ないです。学校行ったら家に帰れないと思ったら、今日じゃないですよ。そうではなくて、前向きに考えて、こう、こう、こう、行きます。今考えると、ああすればこうよかったとか、いうことは、一つもないです。これでよかった。そういう前向きで変わって、その、どの痛みの中でも、楽しいことがあるはずです。そこを目指していきましょう。それだと絶対成長します。答えになったかどうかわかりませんけれども、よろしくさん、ありがとうございます。下手っていうことはあまり使わないと思います。ということは、なんで下手、もっと考える、下手ってなることは、いい人いっぱいいるからですね。例えばアピール、LINE をすると、もともとこの人が強いかもしれないです。でも、もう一人強くなれば、その人下手になります。また強くなったら、こっちが下手になります。だから、成長していくと、下手がなくなっていくんです。そこが、まあ、審判として見ると、まあ、そうです。試合で見ると、どっちが勝つ、どっちが負けるから、下手と。下手っていうか、まあ、エラーというか、間違いというか、まあ、全て最後は、まあ、負けてるんだ。負けてるチームもあるし、勝てるチームもある。でも、どっちも勝てないじゃないですかね。一つしか勝てない、チームはね。答えにならないけど、ちょっとこれ伝えたいことは、試合の勝ち負けよりは、人生勝ってほしい。ということは、試合勝ち方でも負け方でも学ぶことによって、人生勝ってほしい。っていうところにつなげたら、答えがもっと広く見える。自分の人生の一つだけ、3時間のストーリーだけ、試合。野球では試合、3時間の試合というのは、人生何十年の人生の中の一つストーリー。
その中で学ぶことをいろんなで、まず心拍として先ほども言いましたけど、アメリカと日本戦とか見るとやり方違う。伊藤の全て見えるんですよ、審判。下手、遅いよりは、私それはもっと一度言葉で言うと、心の違いは見えます。うまく上手、下手よりは、そっちの方が良くなる。私の心、先生からおっしゃってることも心なので、心の上と下が出てくる。そこから野球と、ベースボールの違うとか、そういういろんなところが出てくるってことです。心持ってやっていると、下手よりは上手しかないです。試合で負けても心でやってるならば人生勝ってます。そこが大事です。よろしいですか。ありがとうございます。嬉しいですね。こういう講演も初めてです。手がいっぱい上がってます。嬉しいです。お願いします。なんて言っても私が言いたい強さは心の強さ。日本、私がもっと世界から見ると日本の野球は何で強いかというと心が強い。大和を騙しまたは野球道ですね。そういう心があるから日本の野球が強い、世界で通じてます。私のスリランカの野球も日本人から教えて今頑張っているので、そういう心の強さ、心のレベルアップが大事です。そうすると野球は勝てる。世界で勝てるんで、もう勝ってますので、その道で今、皆さん動いてるんで、心持って、学校で勉強して、またグラウンドでも、学校で学んでる心でプレーをしたら成長していくので、野球は勝てると思いますので、それで人生も勝って、世界にためになる人になるかと思います。答えになったのかなと。よろしいですか。ありがとうございます。私もうちょっと話はいろんな話したいけど、まあ簡単に言うと先生の教えと一緒、心です。ハート、まだはやっぱ我々先生やってみせてます。やって見せてることが大事です。自分が何をいろんなことやりたい、我々私もいろんなことやりたい、でも自分がやってみせないと誰も通じないです。口だけ言ったらいいです。やって見せてみんなにアピールすることです。エピセンスさんが今スリランカの支部もありますし、嬉しいです。世界には今広まってます。そういうことはそのパワーがあるから、みんなそう信じてるからできること。我々たちもやりたいことすべてやってみせないと短い、やっても短い、終わってしまう。そうじゃなくて、それよりは中にそういうことできます、やれます、こうです、ああですって言える、やってみせる、実際そういうことある、確認できる、そういうことがあるからできることであって、そうすると国言葉が関係ないです。それはまた世界平和につながります。あ、もっと分かりやすく言うと、私スリランカ人ですね。私の言葉が違います。私の色も違います。文化も違います。手でご飯食べたら全然違いますよね。私は野球の、まあ、野球の例にしますけれども、国際大会に行ったら、まずワールドカップとかだったら、まあ、4人審判、まあ、決勝準決勝とかになると4人、6人審判、そうなると、まあ、6人審判の時は1つボールで8箇所プレーやってます、最低で。なぜならばワールドカップ決勝があったら6人が6カ国から出てきます。やってるチームの国の審判がいない、この時に出れない。じゃあ何カ国ですか。8カ国ですよ。どうですか、国言葉は一緒ですか。違いますよ。アジアでも違う。ヨーロッパ、いろんなところ。世界一つですよ。もう野球は分かりやすい例ですよ。
みんな一緒、同じボールでやってます。だから我々一つです。まあ、例えば、まあ、こんな私目標を変えるときはもしかしたらなってほしくないけど、もし事故になります、大きな事故になって私は血がなくなって血が欲しくなる、スリランカ行って血持ってきますか。日本人の地位で私は生きれる、生きることができますよ。そう考えたら、あ、やっぱみんな一緒ですよね。たまたまこうやってどっかで生まれてこういうだけの話で、みんな一つですよ、同じですよ。そういう時によく分かりますよ。あ、事故になって、お、血がない、どうしよう。その時、国々は関係ありますよ。ないですよね。生きることできますよ。それで一緒です。たまたまこうやって食べてるし、色が違うし、言葉が違う、そうだけ。それはあまり考えてほしくない。こうやって、こうやってところできたら、やっぱ大物ですよ。世界のこと考える。そういうことで考えると、やりたいことが見えてくると思うし、今言ったことを今しかできない、自分しかできない。こういうタイミングで考えると、絶対、ゴールが見えてくるかと思うんです。ありがとうございます。15年くらい食べてないけどね日本のが好きになって、まあスリランカって言ったらキャンドスですかね。医者でそれで言うかどうかキャンドス、そうそう、そうそうそう、日本のガーラが一番。いろんな悩みがいろんな人あります。いろんな人はいろいろ言いますね。体が小さいからできないとかいろいろ。だから私、まあ、ごめんけど、野球の例にしますけど、体じゃないよっていうことはクライアントにも見せましたが、そういう、心でどこまで強いか。それで落ち込むならば落ちる。そうだよ。これは自信。私しかできないこと絶対あります。生活だけでできることはありますか？なんかね、ハートと頭を動かしていろんなことできること絶対あります。自分のチームなので、みんな同じことやってないですよ。チームプレーなので、いろんな人の分野は違うし、自分の立場は絶対あるんです。それを磨くことですね。人生を磨くこと、宝石を磨いたらきれいです。革靴を磨いたらきれいになります。包丁もちゃんとしてはきれいになる。それ自分の人生も、スポーツの人生も磨くことが大事です。そういろいろ考えてみた。あ、友達ができるからなんで私できないかじゃなくて、自分ができること絶対です。それを頑張って頑張って、みんなそうですよ、みんなそうですよ、私も含めて。みんな言葉があるの聞いたことで、死ぬまで勉強という言葉があります。それと一緒ですよ。人生勉強、本の勉強、いろんなものがあります。それで一緒です。諦めたら終わりです。これでいいと思ったら終わりです。そうではなくて、もっともっとチャレンジすること、もっともっと方法を考えること、そうしたら絶対新しい方法が出てくると思いますので、諦めてほしくないし、新しい流れを作ってほしいし、そうするとみんな、できないと思ったことをやってあげることが大事です。もっと分かりやすく言うと、私の例で、今、高校野球の甲子園、歴史は100年ぐらいですね。100年の中で、外国人の審判で審判したことはないんです。初めてということになったので、ありがたいこと。でも、そこまでね、あ、外国人だったら、2010年の私って考えたときに、あ、うちは外国人審判したことないから、もうできないと思ったら、終わったはずです。わかりますか？でも道を開けることは我々たちの仕事。こっちまで来てる。一番大事なところ今いるの。みんなよりはるかに上にいます。もうちょっと前に行くことだけの話ですよ。まず日本人、世界から上にいます。まあハッピーサイエンスアカデミーでいます。もっと上にいます。そういう力を、そういうパワーをいただいて、その先々考えて
行った方が接待いろんな人のためになります。私今甲子園で行ったので、あ、外国人でも甲子園で立てますっていうことは世界に見せてます。台湾でもいいし、韓国でもいいし、アメリカでもいいし、日本で頑張れば甲子園に行けるっていうことになりますよ。もう道開けてます。頑張る人にどうぞっていうことを開けてます。そういうことなんです。できないと思ったら終わり。でもできる方法を考えてやることが我々たちの使命。やらなければいけない。ということです。が、よろしいでしょうか。ありがとうございます。あの頃、2010年から15年、福岡で店長にするときに、毎月は店長会議やりました。でも、あと、亀山君、前の、今の衛星撮ってるの、月報、毎月は、新聞出しますね。でも、新聞読めないんですよ。で、一回、今の穴見社長、お父さんの穴見、会長ですね。で、私に一回言ったことがありますよ。筋、読めないことは分かります。今から読もうと思ったら、もう遅いですよ。私が聞いたら、漢字勉強しないといけないですね、という話になったら。筋、今、そうじゃなくて、もう、自分が何か違うね。英語。だ英語でマネジメント勉強すること。Amazon で頼んで、送ってもらってやっている。もう一つは、この月報を勉強したい、読みたいならば、自分のスタッフに読んでもらってレコードすればいいだけの話ですねって言ってました。それ、日本人から教えてもらったんですよ。アナミ会長でした。そうです、そういう考え方。成長した人の考え方ですよ。人の話を聞くこと。私は、それでいつも、ずっと、私、感じできない、感じできない、もう仕方がない、それで諦めたらもう終わり。でも他の方法として、私は読めないことを日本人に読んでもらって、私をレコードします。それは聞きます。車でも入れます。いろんな話、今、いろんなトップクラスの社長たちの、YouTube でやりますよ。話聞けば、話考えたら、私の話今聞くと同時に、時間があるときに、トップレベルの社長クラスの社長たちの話がありますよ。成長した人、やって見せてる人たちの話が聞くことが成長のことですよ。そこが一番早い道。それによって自分を考える。それで自分ができること、自分がこうすればいい、どうすればいい。それによって変わっていく。私は間違いなく私を変わってくれたのは穴見会長ですね。それから今穴見社長、穴見参加者ですよ。それを感謝します。ありがとうございます。もう一つプラスします。できないことを探せば何ぼでもあります。できないことを考えれば何ぼでもあります。できることを探してそれを強くしてください。そうするとできないことよりできる方法を上になります。そっちの方が早い道です。はい、すいませんでした。はい、次お願いします。質問が入ってます。ありがとうございます。野球の方が分かりやすいです。まあ私も審判としてもありますよ。集中力。みんなありますよ。人間だから。伊藤だから。それはないとは言えないです。自分でも今でもあります。でも、できるだけ早く切り替えることです。何でもです。試験でもそうです。試合でも一緒です。人生でも一緒です。全て切り替えが早ければ早いほど成長します。何でもできるだけ早く戻る、リスタート、切り替え、そういうことが大切です。野球ではもっと分かりやすいです。1回で裏でこうなったら、2回裏でまたチャンス来ますから。何回もチャンス来るから、他のスポーツ、まあ、全てスポーツ大事ですよ。でも野球の中で私言いたいのは何回もやってみせるチャンスがあるスポーツです。だから私は野球大好きです。人生として、人としてやってみせるチャンス、失敗を勉強のもと、それ全てが一試合の中で何回も何回も繰り返してくるので、その場でやってみせることができる。1回で失敗したら2回でできる。2回もダメだったら3回。勉強のもと、何でも何でもチャレンジ。そういうことは野球の素晴らしさ。
いろんなスポーツの素晴らしさがあるけど、まず野球の素晴らしさ、野球のそのスピリット、そこが一番です。人間を救ってくれるチャンスだ。それを考えてすれば、その試合の中で自分が変わってますよ。審判ではよくわかります。大きな大会とかなったら、最初と最後、プレーが変わって、プレイヤーが変わってますよ。そこが切り替えが早いんですよ。失敗はしますよ。エラーが出ますよ。それは切り替えてできるだけ早く戻して、その次のステップに行けたら、勝ちです。それは今度人生に出してほしい。そうすると人生を切り替える。何でもチャレンジして、より良い人になります。それをなってほしい。私含め、皆様と一緒に、そういう狙いをですね、そういうを一緒に走ってほしいです。ありがとうございます。